今日のヒーロー、内智投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。延長12回、今年一番長いゲームになりました。勝って決着をつけました。今の気持ちから聞かせてください。いや、ほっとしてる、その一言だけです。はい。まあ、チームがリードして延長12回に入りました。あの大ピンチでマウンドに上がった時の気持ち、どんな気持ちだったでしょうか。いや、もうとりあえずバッターを抑えに行こうと思って、はい、一生懸命投げました。満塁という大ピンチだったわけなんですが、まあ、一つずつアウトを取っていきましたが、どのような気持ちで向かっていきましたでしょうか。いや、もう一球一球大事に、はい、悔いのない一球を投げ込んで、はい、ずっと言ってました。スリーアウト目を取った時の気持ちはいかがだったですか。いや、もう嬉しかったです。はい。このところの内投手のピッチングの状態いかがでしょう。いや、今日以外は全部 よくなかったので、はい、今日このようなピッチングができてよかったです。はい。まあ、チームは7月最初のカードで勝ち越しが決まりました。このあたりいかがですか。まだ上がってきたばっかなので、これから勝ちに貢献できるように、はい、投げていきたいと思ってます。ライトスタンドにはまだまだたくさんのマリーンズファンがかなり長い時間ゲーム待ち続けてくれました。ファンの皆さんに一言お願いします。どうもありがとうございますしか言えないですけどでは最後に内さんの今後の抱負をお願いします。いや、一試合いいボでも多く勝ち試合に投げるように頑張っていきたいと思います。今日のヒーロー内投手でした。ありがとうございました。